いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はファミリーマートサンロード出店よりお届けいたしますよ。本日3月16日は火曜日ですよね。そうです。毎週火曜日、ここファミリーマートにおきまして新商品が発売されます。今週3月16日から22日までのこの1週間の間にですね、新商品がなんと53種類発売されますよ。まだここ人吉球磨と言いまして、やっぱり夏目友人帳ですよね。今週はその夏目友人帳のですね、一番くじも販売されますよ。こちら3月19日のですね、昼1時から順次発売されますよ。それではですね、本日はその新商品の中からいくつかご紹介していこうと思います。まずはこちら、ホットサンド、ツナとチェダーです。こちらですね。ツナとですね、あとチェダーチーズが入っておりますよ。もうツナがね、いっぱい入っておりますよ。それじゃあ、早速、いただきまーす。もうツナがですね、中までぎっしり入ってますね。また、このツナとね、チェダーチーズの組み合わせ。これもまた最高ですね。奥の方にですね、バジルソースが入ってるんですけど、このバジルソースとこのツナの組み合わせ、これもまたいいですね。なんかこのツナとチェダーチーズとバジルソースの組み合わせ、またこのパンの組み合わせ、これいいですね。ちょっと塩気がありまして、その塩気がですね、また食欲そそるような感じですね。本当このツナがですね、端から端までびっしり入っておりますので、食べ応えございますよ。続きまして、こちらごち結びのですね、ホタテバター醤油です。こちらのホタテはですね、青森県の室津湾で採れたホタテ、あのホタテを使っているそうですよ。もう封を開けた途端ですね、あのホタテのバター焼きのですね、香りがするんですよね。まだホタテ見えてないんですけど、本当香りいたしますよ。それではいただきます。バターが効いてていいですね。もうご飯とバターって合いますよね。私、温かいご飯の上にですね、バター乗せて、そこに醤油かけて食べる。これもですね、好きなんですけども、ほんとこのバターとご飯って合いますよね。またこのホタテの食感が、なんとも言えなくいいですね。あの、貝柱の部分の食感とかですね、貝ひもの食感。これがまた本当いいですね。またバター醤油で炒めてありますので、もう味がしっかり染み込んでおりまして、これ本当おすすめですよ。続きまして、こちら、ごち結びの炙りとろサバです。こちらに使っているサバはですね、宮城県で水揚げされましたサバでして、そこにですね、藻塩と、あと塩麹で二段熟成されたサバが使ってあるんですよね。またこちら、下の方にですね、油に注意してお召し上がりくださいって書いてあるんですよね。これ、油がたっぷり乗ったサバなんでしょうね。焼きサバのいい香りがしてますよ。それでは、いただきます。このサバ、ふっくらしてますね。やっぱりサバに白いご飯って合いますよね。油に注意してお召し上がりくださいって書いてありますよね。こちらのサバ、もう油が乗ってて最高ですよ。続きまして、こちら、炭火焼き豚バラ串の塩になります。九州ではですね、焼き鳥と言ったらですね、この豚バラ欠かせないんですよね。鳥じゃないんですけどもね、もうほんと九州の焼き鳥には欠かせない豚バラですよ。それでは早速いただきます。この豚の脂ですね、甘みがありまして、いいですね。なんかビールが欲しくなってきますね。またこの食感がですね、なんとも言えないですよ。炭火焼き独有の香り、あの香りがですね、もう口の中に広がりましたよ。ほんとね、ビール欲しくなりますね。これからも桜がですね、だん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 綺麗に刺していきますね。こちらの豚バラ串とビール持って花見もいいでしょうね。続きまして、こちら
た醤油で食べるマグロたたきネバネバ丼です。もうネバネバ丼っていうだけありまして、もうネバネバする食品がですねいっぱい入っておりますね。オクラに山芋に、あと納豆にメーカーにですね、もうどれもネバネバしますよね。納豆はですねこういう小袋に入っておりますよ。もうねネバネバする食品いっぱいになってますよね。納豆に山芋にメーカーにオクラとですね、もう本当ネバネバ丼ですよね。それでは早速いただきます。このネバネバやっぱりいいですね。もうこんなにネバーになりますし、まあ、ネバネバもしたもの食べるとね、あの血液がサラサラになると言いますよね。もうほんと血液がサラサラになっていくような感じですねって、そんな感じれるわけないやって感じですけども、これほんとネバネバが好きな方にはおすすめですね。このネバネバしたもの同士ですね、仲良く手と手を取り合って、もう味がねうまいこと調和いたしておりまして、もうこれまでほんといいですよ。このネバネバした食感の中にですね、たくあんのシャキシャキした食感、この組み合わせがまた最高ですよ。もう一層のことですね、このマグロのたたき外してこのネバネバ丼だけで出してもらいたいくらいですね。それだけこのネバネバした食材の相性ですね、めっちゃいいですね。お互いに喧嘩せずにうまく調和してまして、これまたおすすめですよ。続きましてこちら神林俊翔本店監修のですね、うまみ抹茶のテリーヌです。まあね、あの抹茶の綺麗な緑色いたしてありますよね。もうほんと抹茶の色、緑、綺麗な緑色ですよね。それでは早速いただきます。もうほんと抹茶って感じですね。抹茶特有のあのちょっとした苦味、あの苦味がありまして、もうほんと抹茶って感じですね。なんかとっても滑らかですよ。もうほんと抹茶を食べてるってくらいですね、抹茶の味がとっても濃くて、抹茶好きな方にはおすすめですよ。続きましてこちら神林俊翔本店監修のですね、うまみ抹茶のシュークリームです。もうこのシューの色、鮮やかな緑で綺麗ですよね。もうほんと抹茶だなって感じですよね。それではいただきます。こちらもですね、中に入ってる抹茶のクリーム、これがほんと抹茶の味がすごくてですね、いいですね。もうほんとこのちょっと苦みがあるのがまたいいですよね。こちらのシュークリームもですね、抹茶がお好きな方にはおすすめですよ。はい、今週発売の新商品の中からいくつかご紹介いたしました。今週はですね、あのマグロたたきのネバネバ丼、これ私最高でしたね。もうオクラに山芋に納豆にメカブとね、もうネバネバした食材がね、もうこれが絶妙にマッチいたしまして、もうこれまた最高でしたね。またあのうまみ抹茶のテリーヌとうまみ抹茶のシュークリーム、これもですね、あの抹茶のほろやかな苦味、この苦味があるせいでね、もう特に抹茶が感じられるんですよね。抹茶がお好きな方にはおすすめですよ。ぜひですね、お近くのファミリーマートでお買い求めいただきまして、お試しいただければと思います。今週は19日に夏見純ちゃんの一番くじも発売されますよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ、ほらチャンネル登録しなっせ。